チホコの妻取りで歌われていた歌って資料にはこの硯姫が激しい嫉妬の末まあ賢にてと書かれていますんで、こちらも大国主の神が祀られている神社ということで、古事記って本当に芸術性が高いですよね。全国のご主人の皆さん、こんにちは、えのきジョージです。前回の動画、大国主神話スサノオの試練編を見てくださった皆さん、ありがとうございました。今回の動画もその続きです。八千穂の妻取りのお話をさせていただきたいと思います。これまでのお話ではすせり姫を正妻に迎えた大国主でしたが、今回の話ではどういう風になっていくんでしょうかね。そして後半の方ではいつものようにご主人のご紹介もいたします。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではご覧ください。どうぞ。えのきジョージの開運ぐるぐるチューブ、どうもアマテラスです。ここではえのきジョージが日本神話、皆さんが大好きな神社仏閣、そして御朱印のご紹介などをしています。最後までお楽しみください。いずれ日本の国づくりを成し遂げ、出雲大社の主祭神として静まった大国主の神は、かつては大名口の御事と呼ばれ、心優しい青年の神でした。しかし義理の兄たち八十神たちの執拗で残酷な扱いを受け続け、その命すら何度も奪われてしまいます。大名口の御事はその八十神の暴挙から逃れるため、根の片隅にいるスサノオの御事のところへ行きますが、そこでも数々の試練を受けることになります。それを助けたスサノオの娘すせり姫の御事を出雲へと連れ帰り、正妻に迎え、その時にスサノオの御事より譲り受けた生太刀と生弓矢で八十神たちを追い払い、大国主と名を改め国づくりを始めるのですが、そんなある日のことです。この出雲の国に大国主を訪ね、お腹に子を宿した一人の姫が訪れました。そう、稲葉の国で助けたウサギから予言され結ばれた大国主の最初の妻となった八神姫です。私大国主だな。スセリ。やあ、八神姫じゃないか。稲葉から来てくれたんだね。大国主様、この方は？ああ、スセリ。この方は稲葉の八神姫、私の最初の妻だ。最初の妻？八神姫、この方は私の正妻であるすせり姫。ここで皆で仲良く暮らそう。はい。この時代では妻を何人もめとることは不思議なことではなく、むしろ力の象徴であり、決して珍しいことではありませんでした。しかしこの場合は正妻となったのは最初の妻ではなく、次の妻であるすせり姫です。ですが子を設けたのは最初の妻八神姫でした。その頃大国主は日本全国をめぐり、国づくりに励み勢力を広げ、その名もたくさんの武器を持つ神として八千穂の神と呼ばれるようになっていました。八千穂の神はその国づくりの範囲をさらに広げ、古志の国、現在の福井県から山形県の一部に相当する地域で、勾玉の原材料とされる翡翠が多く採掘されることでも知られている糸魚川のある新潟県へまで足を伸ばしていました。そこでこの国に布川姫という美しい姫がいると聞いた八千穂の神は、その姫を妻にしようと布川の屋敷まで行くのでした。この国の姫を妻にすることができれば、きっと出雲ともいい関係を築けるはず。そして皆で楽しく仲良く暮らせる平和な国づくりができる。布川姫はおられるか。布川姫、布川姫。何度も呼びかけましたが一切の応答がありません。しかし屋敷の中には誰かのいる気配があります。よし、それなら。
がなわやちほうこここにそなたがいると聞いてわがなわやちほうこ妻にしたくてはるばると星の国に麗しい姫がいると聞いた。太刀の紐もほどかず、旅姿のままこの戸の外でそなたを待つ。ヌエが鳴き、野のキジは騒ぎ出し、鶏も鳴き始めた。鳥の声が時の知らせだというのなら、今すぐにでも鳴き止ませて時を止めよう。恋しいそなたよ。なんと八千穂子の神は歌に思いを乗せその気持ちを伝えるのでした。すると屋敷の中から布川姫も歌で返します。このように八千穂子の神と布川姫は愛の歌を読み交わすのでした。これを神語りといい、和歌の一種である問いかけの歌、すなわち男女の問答歌の始まりと言われています。そして布川姫の歌にあったように、翌晩にはちぎりを交わし八千穂子の神の妻となります。布川姫、大国主様、ルルルルバーン。さて、こうして大国主が八千穂子の神として各地で国づくりに励んでいると、出雲には大国主がめとった女神たちが続々と訪れ、主不在のハーレム状態、まるで江戸時代の大奥のようになっていました。最初の妻である八神姫は、この次々と新しい妻たちが増えるたびに寂しさを募らせていました。大国主様、私はもう耐えられません。あなたは私だけのものにはならない。次に生まれ変わった時には私だけのあなたでいてくださいませ。ヤカミちゃん、スセリ様、私は国へ帰ります。さようなら。嫉妬と絶望の中であがいていたヤカミ姫はすっかり心を病んでしまい、我が子を木の股にそっと置くと故郷である稲葉の国へ帰ってしまいました。そして長い旅から戻った大国主は、すせり姫から八神姫が出雲を去ったと聞かされ、そんな出て行ってしまうなんて。では今すぐ稲葉へ。大国主様、それには及びません。八神姫は私が追い出しました。なぜ。制裁は私なので。すせり、妻を何人作ろうが、その一人でも出て行ったのなら
制裁である私の責任、追い出したのも当然ですわ。大国主の妻はいつしか100人を超えるほどまでに増え、出雲の国は大変栄えましたが、まだ訪ねていない大和の国、現在の奈良県へと国を広げるための旅に出ようとしていました。スセリ、それでは行ってくる。なんだ、どうしたスセリ。だってなあスセリ、そんな顔をしないでくれ。何よりも愛しい妻よ、どんな色の衣で着飾っても私が群れ鳥のようにこの地を飛び立ったなら、そなたは涙を見せぬと強がるけど、本当は一人すすきのようにうなだれて泣くのを知っている。我が愛しい妻よ。こうしてこの日を境に大国主は出雲にとどまり、制裁すせり姫の御事との愛をさらに深めるのでした。古事記には全部で112首の歌が記されており、このように歌で物語が進行するという場面も多くあります。この話が八千穂の妻どいです。恋多き神大国主の国づくりは愛を広げることにより国をも広げていったのでした。しかし大国主の物語はまだまだ終わりません。果たして大国主はこの先どのような国づくりをしていくのであろうか。皆が楽しく過ごせる平和な国づくりをやり遂げるぞ。ぐるるるバーン。いかがだったでしょうか。今回はね、神々が歌を奏でるというね、まるでミュージカルのようでしたけれども、この八千穂の妻どいで歌われていた歌って、なんというか、現代では伝わりにくい、とても難しい言葉で綴られているんですけれども、大体こういう意味だよっていうことをね、現代風にちょっと簡単な言葉で綴ってみました。若干ちょっとね、意味が違ったりとかもしてるんですけどね。歌のボイスチェンジャーのところきつかったですよね。これ考えなきゃ。で、実際にこの妻どいで歌われた歌というのがね、なんかね、音程があったと言われてるんですよね。百人一首のちはやふるーみたいな、そういうのあるじゃないですか。こういうのじゃなくて、まあ実際に聞いたことがないんでわかんないですけれども、なんかね、この拍子というか、リズムがあって、で、ちょっとメロディーになっていたらしいんですよね。それってすごくないですか？いや、古事記って本当に芸術性が高いですよね。すごい。それで今回のお話で大国主の神が八千穂の神というふうに言われてるじゃないですか。この八千穂とはこの八千の穂と書くんですが、八千とはまあそのまんまたくさん、とにかくいっぱいという意味で、この穂というのはまあ武器ですよね。またはこの突き刺すものという意味らしいんですけれども、まあそのまんまたくさんの武器を持つ神という意味です。この名前で呼ばれていた時というのが、この多くの国を吸収してこの国を広げていた時ですから、とにかくね、この大国主というのは、この戦力と統率力に長けていたというふうにね、言われていたんですね。まあ、言い伝えによる話ですけれどもね。
それでたくさんの武器を持つ神というふうにね呼ばれていたということになっているわけですね。そしてもう一つの意味があるんですけれども、これがすごいんですよ。大国主の神といえば、このたくさんの妻をめとっていますよね。その数は100を越しているんです。たくさんの矛、この矛とはこの男性器を表しているんじゃないかという説もあるんですよね。すごくないですか。いや、すごいでしょう。まあその働きというのが、とにかく生まれてきた子供の数なんですよね。なんとその数180。その中にはこの有名なね、恵比寿様こと琴城主の神、そして宗像三女神の田切姫の御事との間に生まれた味付き高彦での神、そして諏訪の神様となった竹見中田の神というのは有名ですよね。これ以外にもね、本当にたくさんの神様たちがこの大国主の神の子神として生まれてきてるんですね。で、今名前が出てきた竹見中田の神の母神というのが孤子の国の宗川姫。この求愛のエピソードが残されているというのは、問答歌というのがあるんですが、それの始まりとなったということと、それだけではなく、この沼川姫の国というのがですね、当時では大変貴重だった翡翠、このね、長玉とかに使うこの翡翠なんですけれども、これがたくさん取れる地域だっていうこともね、深く関係しているんじゃないかとも言われてるんですね。つまり、国を攻略するために必要な結婚だったということなんです。そして、大国主は各地でたくさんのね、現地妻を作っていますよね。これもね、各地の有力なこの神様の娘をね、この妻にすることによって、この親戚関係を作って、国を広げていくというね、やり方なんですよね。まあね、この日本でも、明治の初期ぐらいまでは、一夫多妻というのがありましたし、昔なら、この権力や財力のあるものが、利益のために妻をめとるというのは、まあ普通にあったことですし、まあそれを広げていくのに、何人も何人も妻をめとるんですけれども、それは一つの戦略だったんですよね。中にはね、ちゃんとこう純愛的なものもあったかもしれませんけどもね。いや、きっとあったはず。まあでもね、この100人を超えるというのはね、ちょっと桁違いな気もしますけれどもね。各地の豪族たちが自分のね、住んでいる地域の氏神をこの大国主の子供だっていうことにして、まあそれを政治に利用していたというね、そういう背景もあったりとか、まあそういうこともあるので、こういうね、ちょっと計り知れない数というか、とても考えがたい数のね、子神だったりとか、妻神がいたというね、ことになっていたんじゃないかと。それで、この八千代子の妻取りの話では、いろいろな本や資料には、このスゼリ姫が激しい嫉妬の末、八神姫を追い出したっていうね、そういう風に書かれているんですけれども、絵の記的にはね、まぁ、今回、ちょっとね、違う感じに描いてみました。まぁね、実際にはどうだったんでしょうねってことですよ。まぁ、神話なんですけどね。古事記にはこの部分のところで、制裁すせり姫に貸し込みてとしかね、関係性に触れてないんですよね。だからこのね、すせり姫がこの八神姫をいびって追い出したなんてことは書かれていないんです。まあ貸し込みてと書かれていますんで、まあ恐れ多いという意味ですよね。だからむしろこの制裁に遠慮して、まあ自ら八神姫が出てったということなんじゃないかなと。まあ絵の記的な解釈ですけどね。ちなみにこの時に木の股に置き去りにされた子供の名前というのが、木の股に差し置かれた子ということで、木の股の神と名前を付けられています。股の名を水の神、つまり木の神と水の神ということですね。それでね、この嫉妬という言葉が出てくるのがですね、大和の国に出向こうとしている大国主をすせり姫が引き止めるというシーンで出てきます。まあ、古事記のこの少し前のところで、この沼川姫のところが出てくるんですけれども、まあ歌の話があるんですね。まあそれをこの知ってしまったこのすせり姫がですね、この嫉妬めいたことを言って、この沼川姫が歌った歌と似たようなこの歌詞を使ってですね、この歌を返すという、まあそういう流れになってるんですね。そして男のあなたとは違って私は女だから、まあ夫はあなたしかいないんだよっていうね、純愛を語るというね。でこの嫉妬心をあらわにして、大国主がこの大和の国に行こうとしているのをね、止めるんですね。この部分ではね、このなんで大国主がこの大和の国に行こうとしているのかっていう、その理由が記されていないんですけれども、この時点でこの後の朝廷となる大和の国と関わらせたくないなという意図があったのかなと思いますよね。いずれにしても大国主はこの大和の国には行かないで、この部分は終わります。いやー、推測するとね、いろいろ面白いですよね。本当に日本神話ってこの細かく考えれば考えるほど面白いんですよね。御朱印、今回ご紹介いたします御朱印はですね、大国主の神が祀られている神社の御朱印です。はい、こちらはですね、埼玉県のこの岩槻にあります久石津神社の御朱印、
ちょっとね、この間もね、一回ご紹介しましたけれど、改めて、こちらも大国主の神が祀られている神社ということで、ご紹介いたしました。はい、そしてこちらはですね、この越谷の方にある久泉神社の御朱印です。こちらの神社にはですね、よくね、お水をいただきにね、ご神水いただきに行ってる神社なんですよね。いやー、こちらのね、御朱印もとても素敵です。はい、こちらですね、大阪にあります、大国主神社の御朱印でございます。こちらね、このプロデューサーのテルさんからお借りした御朱印なんですけれども、このえのきまだ行ってないんですね。動画にはしてるんですけどね。いつかね、大阪に行く機会があったら、こちらに行きたいと思います。はい、最後にご紹介いたしますのがこちらでございます。大国玉神社の御朱印。こちらは東京都府中市に鎮座しています。ね、京王線の府中駅からこう降りますと、すぐに参道がありまして、ずーっとね、長い参道行くんですが、とても大きな神社なんですよ。こちらもね、えのき大好きな神社です。どれも素敵な御朱印でしたね。このところはね、この今年に入ってから全然、神社仏閣へ行けていないんですけれども、もう本当にね、一日でも早く、もう参拝にね、こう、気楽に行けるような、そういう時期が来てほしいなと思います。神社行きたいな。まあ今ね、このね、神話を語るというのも結構楽しくて、まあ今回は、この日本神話、大国主の神話をね、皆さんにご紹介させていただきましたけれども、やっぱりえのきはね、こういう日本神話って、本当に好きなんだなぁと、改めて思わされました。このね、台本書いたりとかするときにね、もう調べ物したりとか、また改めてこの古事記の方を勉強したりとかするのはね、これがね、とても楽しいんです。今回のお話までで、だいたい5分の3を過ぎたってところですかね。とはいえ、まだまだ大国主神話は続きます。次回もね、このお話の続きをやりますよ。作画頑張らなきゃ。いつもは神社仏閣のご紹介、そして御朱印のご紹介をさせていただいております。よかったら別の動画も見てくださいね。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるる、バーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Instagram もやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。じゃあみんな、行ってくるね。はい、行ってください。